阪神がぶっちぎりでリーグ優勝しましたね。まあ優勝するだろうとは思ってたけどね、安藤城今年の阪神、落合さんから見られて何が良かったんですか。まあ、メンバーを固定して守りの野球をやるって言ったことが良かったんだろうと思いますよ。岡田さんが、まあ、こういう形でやるっていうのがそのままシーズン通して、うん、それを最初に言って選手に浸透させたっていうことはね、まあ、それとメンバーを固定したっていうのが一番良かったんじゃないのかなと。昔の野球ですよ。昔と言いますと、まあ、今はもうあれこれ選手を変えながら日替わりオーダーっていうようなことがだいたい主流になってきてるでしょ。まあ、それを内野は大山、中野、佐藤、木浪で、外野は近本と、でそれをまず固定したっていうのが一番じゃないのかな。固定するってことは打順の流れも線でつながるんでね。まあ、それとセンターラインを強化したっていうのと、ことのほかピッチャー陣がよく頑張ったなっていう感じ。去年まで、まあ、エースの青柳君が不調の中で、うん、やっぱり新しいピッチャーが出てきた。まあ、新しいピッチャー2人出てきたでしょ、村上と大竹がね。この2人の出てきたっていうのは大きかったんだろうと思うし、まあ、それと中継ぎ陣が良かった。うん、湯浅故障で、その穴を岩崎が埋めたっていうね。だからこれが大きかったんだろうなとは思うね。で、普通の野球をやった、うん、何か動いたかっていうか、そんなに動きはなかったんだろうけども、普通の野球を普通にやったっていう、その強さというのが一番なんだろうと思う。ベンチの采配なのか、選手がやっぱよく頑張ったと、どっちなんですか。両方ですよ。だからそういうふうに仕向けた監督の采配っていうのは素晴らしいと思うし、それに応えた選手っていうのは素晴らしいと思う。こんだけぶっちぎるっていうのはすごいですよね。ここまでぶっちぎるとは思ってなかったけどもね、まあ、それだけ、まあ、予想がだらしなかったのかなっていうふうに思えば、それでついつまが合うんじゃないの。まあ、5球団に全部勝ち越ししたっていうことなんでね、それだけの どこのチームとやるにしても試合のやり方っていうのは変えなかったっていうことなんだろうと思う。連勝が多いシーズンなんですけど、阪神にとったら、うん、出来すぎって言えば出来すぎなのかも分かんないけどもね、それだけ好不調の波が少なかった。打線に頼るんじゃなくて守りを中心としたピッチャーで野球を進めていったっていうのがこういう結果になったんだろうと思う。投手含めて守備力強化を掲げられて、まあ、優勝を目指すっていう話をされてるんですけども、岡田監督が掲げられた野球っていうのはやっぱり今の阪神本当にこれから伸びていくので大事だと思います。ピッチャーを中心とした守りの野球やるっていうのは阪神にとっては最善の策なんだろうと思う。点数取れない取れないってよく言うかも分かんないけども、バッティングっていうのはあくまでも水もんだからね。点数取れるときは取れる、取れないときは取れない。でも守りの不調っていうのはそんなにあるわけじゃないからね。だからまた2004年の時と一緒に JFK っていうような形の何かを作り上げるんじゃないのかなとは思うよ。でも主力が守備を固定するっていうのはいいことだよ。あっち行ったりこっち行ったりっていうね、守りの余分な神経を使うことを考えると、固定するっていうのはいいことだろうと思うし、固定することによって取ってくる外国人のメンバーが決まるんだろうと思うしね。阪神にとってはいい、また新たな野球が生まれるって感じですか。矢野監督がやってた野球の良さをそのまま継承していって、悪い部分を補っていくっていうような発想のもとで野球やればね、優勝を争えるチームにはなるんだろうとは思う。あとはキャンプどれだけ練習するかで、阪神もそうやって優勝する
戦力があるってことですよね。いや、それは12球団どこが優勝してもおかしくないっていうような、ヤクルトとオリックスが優勝してるけども、まあ横一線っていうふうに見た方がいいのかも分かんないけどね。2008年からだからね。でもあのオリックスは、ああでも阪神に復帰するのは、はい、14年15年ぶりで、はいはい、心置きなく暴れてください。岡田監督とこうどういう采配とかでなんか対戦で面白かったこ とあるんですか。やりに対戦で面白いとかっていうことはないよ。勝ち負けを争ってるわけだから、はい、ただ手堅かった、うんうん、走るとこは走る、送るとこは送る、仕掛けるとこは仕掛けてくる。まあでも阪神と6回までの試合で決着ついてたようなもんだからね。そうですね、当時は、うん、ね、これは阪神側も思ってたと思う。だから岩瀬が絶対的な自信を持ってたからね、はい、阪神戦には点数を取られないという、はい、だから6回終わった時点でどっちが勝ってるかっていうことで、その日の試合はほぼほぼ決着がついてるっていうような、だからそういう試合運びをまあ俺はしてなかったけども、岡田監督はしてたと思う。うん、あの JFK っていうのは強烈だったからね、はい、いやそれが年度によって久保田と藤川が入れ替わったりね、はい、はしてたけども、最初の頃は久保田が抑え、はい、それも9回だけじゃなくて8回くらいから出てきたりね、はい、っていうような使い方してたから、まあ手強かったね。阪神村上投手なんですけども、点取られて初黒星がつきました。無傷でシーズン終わるっていうのはそれだけ大変だっていうことですよ。落合さんの目から見られて村上投手の良さというの、まあ打席立ったことないんで分かんないんだけども、各バッターがまっすらがいいとかっていうような話はしてますね。映像では見られたことあると思うんですけども、キレが本当にあるって感じですか。いや、キレそのものっていうのは打席立たなきゃ分かんない。フォームとか見られて見やすい見にくいとかなんかあるんですか。いや、それもバッターによるでしょう。見やすい見づらいっていうのはね、投球の角度だけなんでね、はい、まっすぐだと思ってちょっと曲がってくるっていうのは厄介なボールには確かですよ。そんなに特徴があるって言えば制球力がいいっていうことなんで、ボールがめちゃくちゃ速いとかっていうようなことではないしね。ただそのマスラがそのテレビではそんなに曲がってるようには見えてない。昔日本ハムに真島さんっていうピッチャーがいてね、開幕から15連勝して無傷でシーズン終わったっていうピッチャーいたけども、右バッターのインサイドにね、もうこのくらいの角度でキュッキュッと曲がってくるんだ。でそれが芯に当たるとファールで、中に入れると詰まってサードゴロっていう、このパターンがね右バッターの特徴だったっていうのは、まあそこまでの特徴はないようなピッチャーなんだけどね。打席に立たないと分かんないですか。ああ分かんない、こればっかりは。それでバッターは一人一人のは何を考えて何を感じ取ったかっていうのはもう人それぞれなんでね、相対的に言うのがまっすらが邪魔だっていうようなことは各バッターが言ってるんでね、その辺はどういうふうに考えればいいのか。だからまっすらしたらダメだっていう説もあるんだよ、シュート回転したらダメだとかっていうね。でもそれをうまいこと武器にして使ってるっていうのは頭のいい子だね。ああ、うん、まだ伸びそうな感じですか。これこれからの選手なんでね、今
始まったばかりでこの先どうなるかっていうのは1シーズン見て結果がどうだったっていうようなことで判断しなきゃいけないんだろうと思うけども、今の時点では十分合格するだけの投球っていうのはしてるんだろうと思います。東洋大の後輩でもにもなるんですけど、俺東洋大は半年しかいなかったんだよ。後輩なんて、まあ、おこがましいこと言うな。村上投手若い24歳のピッチャーなんですけど、やっぱりまだまだ可能性これからある投手だと思うんですけど、まああれだけの制球力があればね、そんなに大崩れするようなピッチャーではないんだろうと思うけども、慣れるまでは大丈夫なんだろうと思います。投手の方なんですけども、阪神の青柳投手が2年連続の最多勝、防御率も1位取りました。どうですか、やっぱり下手投げ横手投げの投手っていうのが有利なんですか。いや、有利ってことじゃなくて数が少ないからっていうことなんだろうと思うよ。対戦する機会が少ないっていうのはバッターに対して予備知識がないっていうのがあるだけにね、慣れてないっていう部分があるだけに、もうちょっと勝ち星を増やすかなと思ったけども、ちょっとへばった感じはあっただけにね、まあ15、6はいくかなとは思ってたけども、13勝止まりっていうのはで、最高勝率が13勝以上でしょ、だからギリギリだったわけだ。まあそれでもリーグで1位っていうのは素晴らしいことですよ。あれ、青柳投手一番何がいいんですか。まあある程度のコントロールを持ってるってことなんだろうと思う。で、球種そのものはそんなに多くないだけにね、インサイド外の出し入れ、それが彼の持ち味じゃないのかな。まあ、真上から投げてくるピッチャーでね、で、まあ、その他フォーク、まあ、でも1個負けてて最終戦取りに行かしたいでしょ。3回か4回に1イニング投げさせてね、監督っていうのはタイトル取れる選手がいれば取らせてやりたいっていうのが人情なんでね、そういう意味ではそれに応えた岩瀬も、あ、岩佐か、もう素晴らしいとは思う。タイトル取るときはそういうチャンス、恩を生かすっていう部分大きい。それは野球人生の中に一回あればいい方っていう選手がたくさんいる中でね、それをものにできたっていうのは自分の中でもやりきったっていう思いはあるだろうしね。あの2年連続っていうのがですね、ピッチャーの方でも青柳投手の勝率と最多勝で、本塁打王の村上選手だっただけで、あとはまあ初受賞とか2年ぶりとか多かったんですけども、まあ、盗塁王の方はあの阪神の近本選手が30盗塁で2年ぶり3度目だったんですけど、実際やっぱり盗塁にはかなり長けてる選手ですか。30盗塁で長けてるっては言っちゃいけないよ。それは年々盗塁の数って少なくなっては来てるけどね、昔は突出した選手がいただけにね。福本さんを間近で見られたんですか。そうですよ。だからまあ野球のスタイルが変わってきたっていうのはそれまでなんだろうと思うけども、まあそれでも30盗塁1位は1位だからね、20代でも1位は1位だから、それはそれだけの評価はしてやらなきゃいけないんだろうと。タイトルというのは数じゃなくて、そのタイトルを取ったっていうところでみんなが覚えていくわけだから。日本ハム戦の大山の3打席連続ホームラン、あれだけは見てた。見すぎと見られるとなる、いい打ち方してるなっていうふうには見てたけどね。ただあれがあってから練習したんじゃない、負け試合だったけどね、それをひっくり返したっていうのが大きかったんじゃないのかな。こういうものと次へのきっかけになるバッティングですか。バッティングっていうのは 一晩でコロッと変わっちゃうんでね、まあ本人がいい状態だと思えばいい状態で続けていくだろうし、多少不安があれば崩れていくだろうし、まあ、続いても2週間くらいなのかな、俺の経験からいくとね。バッターは、まあ、佐藤がどのくらい良くなるかっていうことじゃないのかな、強いてあげればね。まして去年24号で、それがどれまでどこくらいまで振り込んで伸ばせるかっていうのが、でそれが伸びなければ、まあ、大した練習 してなかったんだなっていうふうに
なっちゃうし。あれは体力不足だから、自分で振ってるのと自分の感覚がもう完全にずれちゃったんだろうと。ずれるってことは体力がないってことだ。だから中日が勝ったっていうのは体力勝負だったと思うよ。最後までバテなかったっていうのはね、うん、だいたい30試合とかで40試合周期でバテっていうのは来るから、でそこで練習を積み重ねるのか休むのかっていうことなんだよね。で俺の場合は休んだ、休んで体力を元に戻してたっていうやつ。ところが俺らの時代と今の時代っていうのは、あの2004年からの頃の時代っていうのは、あのやっぱり練習の仕方とかシステムの仕方とかでやっぱ変わってたでしょ。だからもう練習休ましてでも体力を温存させるっていうよりも、とことん追い込んで体力をつけていくっていう方が正しいんだろうなということで、あのシステムを導入したんだけどね。私もあの殿堂発表ありまして、阪神の元ランディバス選手がエキスパート部門で殿堂に入りしました。ランディバース、落合博満といえば、なんか85年86年お二人揃って両リーグ三冠王っていうすごい歴史があるんですけど、バースどんな選手だったんですか？頭のいい選手だと思うよ。まして甲子園球場の浜風にうまいこと乗せてレフトにホームラン打ってたっていうね、まあそれもバッティング技術なんだろうけども、取り立てて言うとそういうことなのかな。見られてて彼の子すごかったなって思うのってあるんですか？いや、そんなに見る機会はないもん。同じ時間帯に野球をやってるわけだから、だから終わって、ああ三冠を取ってんだなっていう程度のもんよ。オールスターぐらいですか？オールスターだってベンチ別だから、はい、取り立てで話するっていうこともないし、まあ、そういうのをセッティングするっていうような、まあ、当時のオールスターってお祭りみたいな感じっていうのはなかったよ。まあ、真剣勝負だったから、どっちか言うとね。数字すごいですよね。落合さんもすごいんですけど、バースの数字もね。まあそれだけの数字を残さなければ取れないような時代ではあったんだろうと思う。今ね、本当にこんな数字だったら本当にどんだけ騒がれてるんだろうっていうぐらいの。日本で実際順応する外国人選手っていうのは、なんか例えばバースだったらどういう分が一番日本にフィットしたんですか？いや、ボールに逆らわない打ち方を覚えたっていうことでしょ。まあ、それを誰が教えたかは分かんないけどね。で、バースの1年目っていうのはオープン戦でロッテとやって骨折してるはずなんだ。投げたピッチャー三宅総元でね、最初はバースを取る予定ではなかったっていうふうに聞いたけどね。そうですね、はい、日本ハムに入った選手、パットナムかなんかを狙ってて、パットナムが日本ハムに入ってそれでバースに切り替えたとかっていうような話は聞いたけどね。でもいい買い物したってことですよ。そうですね、金本、あれだけ出続けるってことはないわけだから。で、彼にもよく打たれましたよ、うん、実際あのバッティングっていうのは監督の目から見られてどういうバッティングだったんですか？どういうバッティングってなんて言えばいいの？いや、金本さんになると、まあ、どうしてもパワー的な部分を見てしまうんですけども、うん、パワーはそんなになかったんじゃないの、うん、だって年間のホームラン30本ぐらい
あ、もう少しは、はい、誰かいますか。だから40本以上打ってくるバッターだったらパワーがあるっていうふうに言ってもいいんだろうけども、30本台だったら普通の中距離バッターっていう意味合いにしかならないんじゃないかなと思う。2005年が40本で、あと、はい、でも大概中距離ヒッターだよ日本の場合は。俺がホームランバッターって言えるのは田淵さん一人だもん。あ、そうですか。あ、あの持って生まれた、あの体とあの打ち方と打球の角度、あ、日本のバッターでホームランを打って、あのホームランバッターって言われるのは田淵さんで最初で最後なのかなって。俺が打席に一番立ちたくないピッチャーで、本人がそれをどう思ってるかだよ。悪いなと思ったらピッチャーやってられないな。だから精神的なものの方が多いんじゃないのかな。で、抜けるんだったらこれ一つの武器として考えてもいいんだろうと思う。あのバッターっていうのは、うわ、このピッチャー足したくねえなっていう、そういう類のピッチャーなんだろうと。で、本人がそれを嫌がっちゃうとボール引っかかってくるだろうしね。で、まあ、精神的なことっていうのはそうなんだろうけども、あとプレート板の使い方、どっちかというと踏み込んで、あのクロス的に入ってくるピッチャーでしょ。あの左足が右足のね、こうまっすぐ出てくるんじゃなくて、こうクロスしながらこうやって回ってくる。これを抜けるんだったらこれを一回改善してみようっていう、その努力をしてみればいい。その努力の結果で治らないんであればどうなのか。だって体の動きがこう入って元へ戻さなきゃいけない、そこのズレが出てくるわけだから、まっすぐにしてまっすぐ出ていくのと、こうやってクロスしてね、背負い込んで出てくるっていうのは体の使い方がまるっきり違うんだね。いろんな方法論はあるんだろうけども、それを やってるのかどうなのか、だから試してみる必要はあるんだろうと思うけども、二軍で投げさせるピッチャーではないんで、ああいうピッチャーっていうのは二軍ではその自分の生活に関係ない、結果には関係ない、勝ち負け関係ないっていうような世界なの、日本というのは。日本とはあくまでも一軍に上がってくるため の試練の場であってね、一軍はもう結果が問われる場で、二軍に状態良くなったら上げてやるっていうような、そういうピッチャーではないと。楽させちゃいけないんだろうと思う。だから責任感を持たせて1年間どんだけ悪くても一軍に置いて投げてもらうよっていう、そういう使い方っていうのを首脳陣の頭の中にあってもいいんだろうと思う。ソフトバンクにいた斉藤か、斉藤和美もあのファームで投げるようなピッチャーではなかったものが一軍で来て投げて20勝したりなんかっていう、そういう結果を出してるっていう、その類の選手だと。だから練習方法を変えて自分がどういうふうにやったらその欠点を直せるのかなっていうふうに考えてするか、その欠点が最大なの武器だよっていうことで打者と対戦していくかっていう、この2つに1つの選択肢だと思う。ぶつけることを怖がっちゃいけない。ごめんなさいでいいんだと。当てたらどうしようどうしようっていうふうに考えるんじゃなくてね、俺はすっぽ抜けるピッチャーだよっていうことを相手に思わせてマウンドに立って抑えていくっていうのも一つの選択肢ではあることは確かだと。で、抜けて頭に当たったからって狙ったとは誰も言わない。あのピッチャーはこういう特徴がある抜けてくるピッチャーだよっていう、その先入観を持って打席に入るから、
狙ってきたとは誰も思わないから、そこは利用する価値があるところだと思う。だから藤波の考え方一つ、それによって東京パターンが変わってくるんだろうと。でも俺が一番立ちたくないピッチャーであることは間違いない。それだけの最大の武器を持ってるってことなんで。一切ない。それは辞める人のために誰がやる？で、プラスアルファとリスク どっちが多いかって言えばリスクの方が多いと思う。矢野がどういう気持ちで言ったか それはね、わからないけども、どうせ言うんだったらシーズンの終わってからの方が潔いと思うけどね。体調不良だら体調不良 でもいいし、何かの理由つけるんだったらつけてもいいし、それで辞める方が選手としてはありがたいんじゃないのかな。で、矢野に見出されて、レギュラーになってゲーム出てる人間は、じゃあ矢野が辞めるんだったらもうなんとか優秀の美を飾らせてやろうとかって必死にやるかもわかんないけども、冷や飯を食ってる連中っていうのはどうせ次誰か来るんだろうっていう、そっちの方が多いと思う。だからなぜあのタイミングでっていうのはね、まあ、本人が散々苦労して導き出した答えなんだろうけども、俺には分かんない、それを気持ちは。